たことあるんですか？いや、もっと店長がおそらくまあ悩むか喜ぶか分かんないですけど、このお店で店長が買ってほしいものを僕が買います。そう、何でもいいです。一番買ってほしいものです。まあ、売るのに困ってるものでもいいし、なんかこう利益が一番出るものでもいいんですけど、まあ、一体それが何なのかっていうのも込みで気になってるんで。僕だったらば結構ネタにしてほしいんだよ。ネタにしてほしい。はい。お第2弾。上がってるんですか？バンダイの第一代理店をちょっとドリッチしてるから。こんなん速攻売り切れません？うん、速攻売り切れるよ。何を残してるんですか？君が食べやがる。君が来るのを待ってたよみたいな。まあちょっと販売日からは過ぎたけれど、うん、これやばいっすよ。エースでしたっけ？一番やばいっす。そう、エース。今どれぐらいの価値出てるの？今なんぼやろね。あれやばかったよ。でも2,30とか本当あれぐらい。2,30？そこまでは持つかんと思う。最初そのぐらいついてましたもん。初回はやってくれましたので、12月にかなりの量が開発されたので、そうなんですか？バンダイさんも、まあ、クリスマス、年末で一緒で、だから、かなりの量が開発されたんやけれども、大きな邪魔すんね。まあ、店長のかっこいい顔が映れないんで、その再生数落ちるじゃないですか。ああ、そうか。ここだけの話やけれども、はい、大事に持っとった方がいいかもしれない。これ開けるんですか？うん。あー、なるほど。あー、まあでもそりゃそうか。持っとくだけで価値絶対上がるもん。確かに、ね。こんな 100% だって、ワンピースがそれこそ連載終了した時どうやらことになりますか？それだけじゃなくて、来年の2月の3月かな、サンダー販売されるってことは、バンダイさんはサンダーをたくさん作ろうとするわけ。もう答えは分かる。はい、そういうこと。まあそういうことなんです。ただでも開けなかったら面白くもないっていう。いや、まあそうですね。全然いいぜ。もうぶっちゃけ開けたい気持ちは強いけど。いや、開けるべきやと思うけどな。それワンカード言って10万ぐらいですよ。いや、全然そんなこと。定価でしかおらへんから。定価っていうか小売価格でしかおらへんから。ここに288カップって書いてあるけど、これ1カップ100円ぐらい。あ、200ぐらい。へぇ、6万こんな安いの？カートンで。そう、カートンで。そう、安いですね、確かに6万。このカートンからエース2,30が出てくる可能性があったってことだよ。そうですね。やばいな。夢があるっす。ワンピースポケモンぐらい高い。高すぎる。怖くない？あのポケモンカードとかワンピースとか最近やばいって言ってた。シャドーバンクやばいっすね。いや、今はやっぱポケかワンピース2トップ。シャドーバンクは最初やっぱちょっと落ちた。ワンピースに行かれたい。やっぱりね、2種類ぐらいだ。むしろ今遊戯はちょっと落ちようかな。私遊戯はあんま近いの。またあれ前ぐらい盛り上がるんちゃうかとは言われてるけれども、今現時点でやったらポケカかワンピース。ワンピースやばいやな。やっぱこう出にくいんすかね、エースとか。カートを超えたら出るって思ったんやけれども、はい、出ないっていう方法とかな。私はカートが自分で向いてないか分からないんですけども、一応パラレルやったらば、今現在やったらば7万か1万ぐらい。でもそれでも高いな。ワンカートで高いな。そうですね。だから店長、これ今言うのあれなんですけど、後ろうるさすぎます。あのね、それなんで君たちが来る時間帯はある。